2007年2011年ヨーロッパチーム選手権、マティク・オソブニカルは、スロベニア・クラーニ出身で短距離走を専門にしていた、元陸上競技選手。100メートルの10秒13、200メートルの20秒47など、複数種目のスロベニア記録保持者。2007年大阪世界選手権、男子100メートルのファイナリストである。オソブニカルは、 白人選手ながら2007年大阪世界選手権男子100メートルで決勝に進出し7位入賞を果たしたこの種目において白人選手が決勝に進出したのは1987年ローマ大会以来実に20年ぶりの出来事だった9月のシドニーオリンピックで世界大会初出場を果たすと男子400メートルリレーに出場した女子も含めて スロベニア初の出場となったこの種目で予選を39秒25のスロベニア新記録で突破したものの準決勝は失格に終わった。しかしこれは現在も400メートルリレーにおけるスロベニア最高成績となっている。7月にヨーロッパ U23 選手権に出場すると男子100メートルは3位と0秒02差の4位で惜しくもメダルを逃した。しかし 男子400メートルリレーでは2層を務めると39秒35をマークして3位に入り同メダル獲得に貢献した。これは女子も含めてスロベニア初となるトラック競技のメダルを獲得という快挙だった。3月にバーミンガム世界室外選手権男子200メートルに出場すると予選を20秒77のスロベニア新記録。 準決勝を20秒87で突破し、この種目では、スロベニア前発となる決勝に進出した。決勝は21秒17とタイムを落とし、3位のドミニクデメリットと0秒25差の4位でメダルを逃した。しかし、これは200メートルにおけるスロベニア最高成績である。3月のブダペスト世界室内選手権。 男子60メートルに出場すると予選と準決勝を6秒60のスロベニア新記録で突破しこの種目ではスロベニア勢発となる決勝に進出した決勝でもスロベニア新記録となる6秒58をマークしたが5位に終わった8月のアテネオリンピックには男子100メートルと男子200メートルに出場した両種目において スロベニア前発の出場を果たすと、男子100メートルは一次予選を10秒15の、スロベニア新記録で突破したが、二次予選は準決勝に、着順で突破できる組3着と、同タイム期間ありの4着に終わり、タイムでも拾われずに敗退した。男子200メートルは二次予選を20秒47の、スロベニア新記録で突破したが、準決勝は組8着で敗退した。 男子100メートルの2次、予選2組4着、男子200メートルの準決勝2組8着という成績は現在もオリンピック領主目におけるスロベニア勢最高成績となっている。3月のモスクワ世界室内選手権、男子60メートルでは2大会連続で決勝に進出したが、決勝では スロベニア大記録の6秒58をマークするも3位と0秒04差の4位でメダルを逃した。これは現在もこの種目におけるスロベニア勢最高成績となっている。8月のヨーロッパ選手権では男子100メートルでスロベニア勢初となる決勝に進出すると決勝で10秒14のスロベニア新記録を樹立。 フランシス・オビクウエル、アンドレエピシンに次ぐ3位に入り、全種目を通じて、スロベニア男子勢初のメダルとなる、銅メダルを獲得した。3月のヨーロッパ室内選手権、男子60メートルに出場すると、この種目では、スロベニア勢初となる決勝に進出したが、決勝では3位のロナルド・ポニョント・レイ・ビオ・レイ・サンサの4位に、終わり、メダルを逃した。 8月の大阪世界選手権には、男子100メートルと男子200メートルに出場すると、男子100メートルは二次予選を10秒13のスロベニア、新記録、準決勝を10秒17で突破。この種目では、スロベニア勢初、白人勢20年ぶりとなる決勝に進出し、決勝は10秒23で7位入賞を果たした。男子二百メートルでは初めて二次予選に進出したが、 準決勝に進出できる組4着と0秒25差の5着で敗退した。男子100メートルの7位、男子200メートルの2次予選一組5着という成績は、現在も世界選手権領種目におけるスロベニア最高成績となっている。記録欄のうちの数字は、風速で、プラスは追い風を意味する。微光欄の記録は、当時のもの、 スロベニアタイムズ。2015年9月22日閲覧。AB。リオ2016オリンピック。ゲームズアスレチックス・スタティスティックス・ハンドブック。国際陸上競技連盟。2016年8月25日閲覧。ヨーロピアンアスレチックス U23 チャンピオンシップス。タディン2015スタティスティックス・ハンドブック。ヨーロッパ。陸上競技連盟。2016年8月25日。 閲覧 AB ワールドインドアチャンピオンシップスポートランド2016アスレチックス・スタティスティックス・ハンドブック国際陸上競技連盟2016年8月25日閲覧、第10回世界室内選手権男子60メートル決勝リザルト国際陸上競技連盟2016年8月25日閲覧、第28回オリンピック男子100メートル2次、 予選リザルト国際陸上競技連盟2016年8月25日閲覧第28回オリンピック男子200メートル準決勝リザルト国際陸上競技連盟2016年8月25日閲覧第11回世界室内選手権男子60メートル決勝リザルト国際陸上競技連盟2016年8月25日閲覧 ヨーロピアンアスレチックスチャンピオンシップスワムステルダム2016スタティスティックスハンドブックヨーロッパ陸上競技連盟2016年8月25日閲覧第11回世界選手権男子100メートル決勝リザルト国際陸上競技連盟2016年8月25日閲覧第11回世界選手権男子200メートル二次予選リザルト 国際陸上競技連盟2016年8月25日閲覧ワールドチャンピオンシップスペキン2015アスレチックススタティスティックスハンドブック国際陸上競技連盟2016年8月25日閲覧ありがとうございます